おはようございます。心療内科医の海原淳子先生が毎日新聞日曜クラブに連載されている新心のサプリ、これはいつも楽しみに拝読をしているものです。何かしら必ず参考になることが書かれています。2月14日には精いっぱい生き切ると題して書かれていました。この精いっぱい生き切るという題だけ見ても大いに関心を持つのであります。私が恩師の松原泰道先生に、私がまだ中学生の時に教わった詩が、花が咲いている、精いっぱい咲いている、私たちも精いっぱい生きようというものでした。私が館長に就任してまだ間もない頃に、全文化研究所から精いっぱい生きようという題の DVD を出したこともあります。また泰道先生は最晩年には、生き切るという言葉もよく記号をされていました。海原先生の文章を拝読しますと、さすがに松原泰道先生のことは出てきませんが、ホルヘ・ブカイ氏、ホルヘ・ブカイという方のグーアセラピーという本の話が出ていました。このグーアセラピーを私は天台宗円雄寺のご住職岡淳章さんから教わって知っています。今も手元に持っております。 YouTube 動画の一口法は第27回ブッダはどこにというあの話の元になっているのが、このグーアセラピーにある鹿の話なのであります。このグーアセラピーという本について海原先生は、16年前に初版が発行された本だが、今読んで全く古く感じないから、時を超えた哲学があるのだと思うと評価されています。グーアというのは例え話ですが、主に動物などを擬人化したものが多いと広辞苑には書かれております。海原先生はこのコラムの記事の中で、生クリームの中のカエルという話を紹介されています。どういう話かというと、昔生クリームの瓶に落ちてしまった2匹のカエルがいた。2匹ともしばらくして自分たちが沈み始めていることに気がついた。生クリームは濃い液体で浮いているのが難しかったのだ。そこで2匹は手足をバタつかせて浮いていようとした。しかしこれは労力がいることですぐに沈んでしまい、顔を出して浮くのが難しくなってきた。1匹はこんなことをしてもどうせダメと諦めて沈んでいった。もう1匹のカエルの方は我慢強いというか、いくら死が迫っているとはいえ最後まで生きるんだと足をバタつかせていた。重い液体の中で1センチも進めず、元の場所に浮いたままなのに、同じ場所を何度も足を動かし続けていたというのです。絶体絶命の状況です。一匹のカエルはもう諦めてしまいました。もう一匹のカエルは諦めずにいたのでした。すると散々足を動かしたために、突然生クリームが固まってバターになり、カエルは驚いてひとっ飛びして瓶の縁に飛び移り帰っていったのだという話なのです。海原先生はこの話に、どうせやってもダメと思ったり、もう年だからと年齢を言い訳にしたりして努力を放棄する傾向がある時のヒントが隠れているとおっしゃっています。そしてこの偶話、カエルが死と向き合った中で、できる限り自分ができることをする
というところが心にしみると書かれているのです。これも深い話だなと思いました。そして私はこの話に精進努力することの秘訣もあるなと思いました。諦めてしまってはこれは問題になりません。大事なのはもう一匹のカエルの努力なのであります。この努力といってもすぐに息が切れてしまうような努力ではすぐ力が尽きて沈んでしまって終わりでありましょう。ずっと継続できる努力が大事なのです。息が切れない程度の根気よい努力精進です。ちょうど別のことを調べていて、広幸也さんのマンダラ人生論という本を紐解いていました。これは実話かどうか、そしてどこに出典があるのかもわかりませんが、小野派一刀流の流祖の話であります。江戸初期の剣術家、小野次郎右衛門忠明のところに一人の剣客が弟子入りをこいました。私が本気で修行すればどれくらいで奥義が極められますか?と問います。小野忠明は、あなたの腕前なら5年でいいだろう。と答えました。さらに、では寝食を忘れてやればどれくらいかかりますか?と問うと、それなら10年かかると答えられました。では命がけでやったらどうですかと聞くと、命がけでやると一生かかっても奥義に達することはできぬと答えたという話です。広幸也先生は、仏教で説く精進とは努力の意味ですが、努力といっても努力のしすぎは良くないと解説されています。血眼になってする努力はいわば執念であって仏教はこれを不可としている。仏教でいう精進はゆったりとした努力である。ゆったりとそして着実な努力を続けることを仏教は教えているのであるとこう説かれてあります。さっきの生クリームのカエルも同じであります。血眼になって足を動かしているとすぐに疲れてどうにもならなくなりましょう。息が切れないように根気よくを動かし続けるところに意味があります。先だってやお師匠様方が集まる席で一人のご老僧は、前奏は雲水修行をしている時が一番いいのであって、あとはダメになるばかり、和尚などと言うけれども、もう慣れの果てだ、とこう言っていました。これはご謙遜であって、そのご老僧は立派なお師匠様なのであります。そんなお方が修行僧、修行しているものが尊いと言ってくださるお心はありがたいものです。しかしもしも本当に、僧道で修行している時が一番尊くて、その後もし堕落の一途をたどるとしたら、これは問題であります。そしてまた実際にはそういう一面もないとはこれ言い難いのであります。もちろん先の老僧のようにずっと精進し続けておられても、自分は僧道の後も努力し続けるとは続けているんだとは口にしないと、これは美徳であります。ただ実際には僧道の修行というのはそれこそ厳しく行いますので、その後続けていこうとは思いがたい傾向もあります。そうなるとただ昔僧道で苦労したという昔話だけになってしまうこともあります。これでは正しい精進とは言えません。お釈迦様は涅槃に入るにあたっても、すべてのものは移ろいゆく、怠らず精進すべし、と仰せになったのであります。お釈迦様はご自身も、また、安住することなく、仏法を説き続ける精進のご紹介であったのでした。
精進は息の切れない無理のない精進でなければなりません。それを生まずたゆまずずっと継続し続けるのです。それこそが正しい精進であり仏道であります。というわけでございますので、この毎朝のたかだか1分程度の呼吸瞑想もそうなんです。これもその必死になってやったらダメであります。これをまずたゆまず、これぐらいならば継続できるわけですから、毎日毎日たとえ1分でも、これは1分でも365日やれば大変なこの時間にこうなっています、なっていきます。そしてこれは無理のないものでございますので、こういう無理のない精進努力、これが大事なところでありますので、腰骨を立てます。ほんの1分でも2分でも腰を立てる。おみ足にお力を入れて、そして少し立ち上がる気持ちでお尻をすっとこの5センチ10センチ浮かしてストンと下ろす。肩の力を抜いて、最初肩をぐーっとこの息を吸いながら持ち上げて、吐くと同時にパッと下ろす。もう一回息を吸いながら肩を持ち上げていって、パッと吐きながら下ろす。それから最初の一息、口を開いたまま、口を開いて強く息を吐き出します。お腹の中に溜まっている空気や胸に抱えているさまざまな煩い事もう全部吐き出すつもりで、吐き尽くして、でその後口を閉じますと、鼻から自然とこの空気が体にいっぱいこう入ってきます。これだけで幸せなんであります。空気が入ってくるなと、息を吸えるなと、体の隅から隅まで新鮮な空気が行き渡ってるなとこう感じて、ありがたいな、嬉しいなと思って、思わず微笑みがこぼれてくるように息を吸って、あとは口を閉じて静かに鼻から息が出たり入ったりする様子をただ見つめてしばし座ります。ありがとうございます。では今日も良い一日であることをお祈りいたしております。